雲井御所は平安時代に方言の乱に破れさぬ帰国に入るとなったストック上皇が仮の御所として過ごしたとされる施設。現在の香川県坂出市にその場所が否定され、天保六年高松藩主松平来広氏により雲井御所の日が混流されている。正面入り口入るされた当時38歳のストック上皇は方言元年7月23日計を出発し、 トバから船で、瀬戸内海を航行し、直島に立ち寄り8月10日松山の津に上陸したが、まだ住まいが用意されてなく、国府の木材である両高藤の館を修繕して、仮の御所とした。約3年をここで過ごしながら、遠を懐かしく思い、この館の柱に、ここもまた荒ぬくもいとなりにけり空いくつきの影に、任せてと記したとされ、この歌から、雲井御所と名付け、この地は、 雲井の里と言われたと伝えられている。また、この里でうずらを野に放ったことから、うずらの里とも呼ばれている。上皇は、その後、府中つづみがおかきの丸御殿に占拠し、長官2年8月26日に崩御した。去年46歳。内部上段に向かって、左には中川観音堂があり、上皇の守り本尊を祀っていて、地域の人々に守られている。 姫塚この仮の御所で上皇の身の回りの世話を、両高等の即女である綾野局にさせていると、綾野局に、巫女と巫女が誕生したが、王女は幼くして亡くなった。その巫女の墓であると伝えられていて、綾川を渡った数百メートル西の田園の中にある、松山の津の跡上皇が四国に上陸したところ、当時の境で地域の玄関口となる場所で、その頃は、 今よりも海が内陸部まで迫っており、この小山のふもとまで海であった。この石碑は昭和61年に建てられた。清助阿村州に記されている佐抜の里の開始書があったところで、平山裏の極書の新工寺屋敷跡とされ、上皇の新しい御書が作られたと見られるところ。上記本文中とは別の説があり、それは松山の津に上陸した後、 直命は、佐抜の里の開始章に御所を建てることであったので、その場所に御所が建つまでの数ヶ月は、両高等の館に滞在した後、新しく作られた御所に移り、それから約3年後、新たな直命により、鼓岳の御堂に移り遊兵され、終焉の地になった、というものである。雲井御所は、獄所の御所のことで、ここもまた荒ぬ雲糸と短歌を読み柱に書かれたのも、 ここの柱という。現在の雲井御所跡に隣接してあったという、長明寺は、上皇の崩御後、鈴見岳の御堂が、ストック天皇者となった時、上皇が滞在した場所として、両高島の館を祀るためマニダマインの祭寺として、回帰されたが、江戸時代に、綾川の洪水により流されたという。久所跡ジャラン現地説明看板より、現地看板による現地説明看板により、 ありがとうございます。